それでは定例会見を始めます。清田 CEO よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。本日は私からご説明するのはまず2点ございます。最初は株式等の決済期間の短縮化についてご説明します。お手元の参考資料を適宜ご覧いただければと思います。株式が取引されてから決済されるまでの期間においては、その間仮に証券会社に破綻等が生じた場合、ないしはリーマンショックのようなものが突然その間の日数に起きたというような場合に、予定通りにというか約定通りに証券や資金の受け渡しが行われるかどうかということについてのリスクが存在しています。でそれが、現状我が国においては約定日から決済日までが営業日で3日、いわゆるよく使われておりました4日目取引というのが慣行になっているわけですけれども、それを欧米主要国ですでに、決定されて実用化されている、2営業日すなわち3日目取引に変わるということについて、日本でも導入しようということでございます。今回の対応は、例えばヨーロッパでは、2014年からアメリカは若干遅れて今月から、T プラス、いわゆる T プラス2に移行しております。こういった海外の流れを踏まえて我が国株式市場においても決済リスクというものを削減し、国際競争力を維持向上させるために決済期間を約定日の2営業日後 T プラス2にしようというものでございます。この方向性というのは我が国株式市場の幅広い関係者が参画しております株式等の決済期間短縮化に関する検討ワーキンググループによって、昨年6月に最終報告書が公表されておりますけれども、 JPX グループとしてもこの市場関係者の議論の方向性に沿った対応を行うものでございます。実施時期の目標といたしましては、ワーキンググループの最終報告書におきまして2019年の4月または5月の連休明けと設定されております。決済期間の短縮化は幅広い市場関係者にご対応をいただく必要があるということで、引き続き関係者の皆様にご協力をいただけるようにお願いしていきたいと考えております。これが1点目でございます。2点目はフレックスオプションの導入についてでございます。フレックスオプションの導入について、私の方からご説明します。大阪取引所では来年の第一四半期をめどに、フレックスオプションの導入を行いたいと思っております。フレックスオプションはオプション取引の新しい仕組みで、権利行使日と権利行使価格について取引参加者からの申請に基づいて柔軟に設定可能なものということでございます。これによって現在取引参加者や機関投資家が店頭で行っている標準的なオプションの取引を取引所で行うことが可能になるということでございます。2008年の金融危機においては店頭デリバティブの取引によるシステミックリスクが顕在化して、グローバルに各国の規制当局は店頭デリバティブ取引に対する規制を強化してまいりました。一方市場参加者においても取引相手方の信用リスクを懸念して安全な上場デリバティブ取引へのニーズが高まってきているところでございます。今回の取り組みはこうした市場ニーズに応えるということで導入をしようということでございます。フレックスオプションの対象は既存の有価証券オプション取引と指数オプション取引に加えまして、新たに
フレックスオプションのみで取引を行う商品として上場する東証銀行業株価指数のオプション取引および東証リート指数オプション取引の2つを追加するということでございます。また取引ニーズの特性上立ち会い外取引のみを行うということになりますので、実態としては店頭で、条件が決まって、双方約定の合意がなされたものが取引所執行という形で、付け出されてくるというふうにお考えいただければと思います。本商品の普及を通じて多様な市場ニーズに応えるとともに金融システムの安定性の確保に貢献してまいりたいというふうに考えております。私からのご説明は以上2点でございます。